塩釜神社は JR 小牛田駅から東に車で約10分、成瀬川沿いの三里町和田田沼に鎮座する静かな神社です。歴史は古く約400年前まで遡ることができます。現在の社殿は江戸時代の元禄元年頃造営されたと言われています。鳥居をくぐりますと、両脇にイチョウの木がありますが、秋の終わり頃になりますと、境内は黄色の落ち葉で覆われ、絨毯を敷いたようになり、特別な趣があります。この落ち葉の景色は、近郊の写真愛好家の人たちにも評判がよく、写真を撮りに来る方が時々おられます。また、境内では、一年中何かしら野鳥の声を聞くことができます。最後に震災からの復興状況をお話しします。平成23年3月の東日本大震災により、当社も甚大な被害を受けました。まず、昭和16年建設の70年経過した社務所が倒壊し、そして神社は拝殿が前方に少し傾きました。拝殿は神社の由緒書きによりますと、前回の大修理が天保8年、約180年前になります。長い歳月を重ねて、幾度かの大地震にも耐えてきましたが、今回の地震により、傾きだけでなく、基礎の土台など、いろんな箇所が傷んでおりました。それで平成25年、拝殿、幣殿の耐震的にも堅固になるように、基礎の改修工事が行われました。次に、社務所再建については、150個の氏子の皆様方の奉賛金により、平成27年8月竣工予定で、6月に工事が始まりました。